じゃあそれは今度の生活です。全部はちょっと低いです。じゃあ、皆さんおはようございます。私は EM のポンタスです。スウェーデンです。よろしくお願いします。じゃあ私は出会いと管理を選びました。なぜなら日本に来てから、私は多くの人や新しいものに出会っているからです。そして、人たちと、出会いは文字通り人生を変えてからです。私は去年の10月に日本に行きました。いつか日本に来るまで私は日本語を全然しゃべることができませんでした。多分こんにちは、じゃあ、ありがとうぐらいだったと思います。そんなが私に聞いたのは、スウェーデンの田舎の生活は私にとってちょっと、退屈すぎたからです。カイネ本部スクールの遊具が始まったすぐに、私はたくさんのものや人たちに出会いました。例えばおしゃべりがスペイン人が 大好きなスペイン人の女の子たちや、アニメをのすみません文化やアニメを愛するオーストラリアの女の子です。彼女たちは私よりも日本についていてたくさん知っていて、今ではもう彼女たちことをすごいと思っています。しかし日本での生活、じゃあ日本語を勉強することが楽しいことではありません。例えば私にとって管理を勉強することはとっても難しいです。日本に来る前は日本語を全くしゃべることができなかった、私にとっては、管理時々管理はただの絵にしか見えなかったり、書いても覚えられなかったり大変でしたが、今では管理も素敵な出会いの一つです。また私は身長が2メートルのスウェーデン人です。とても背が高いですね。なので、街を歩いていると日本人がびっくりしたり大きいと言ってくることがあります。ちょっと大変です。初めは、街を歩くことが大変とか面倒くさいと思うこともありましたが、今ではすっかり、気にならなくなりました。これもスウェーデンで生活していたら絶対に経験できなかったことできなかったことだと思っています。そして私がもう一番素敵な出会いは私に彼氏であるタクミです。私はクラスメート通じで、彼に会いました。その日のことは今でもしっかりと覚えています。彼の話をたくさんしたいですが恥ずかしいからここではやめておきます。私はカイネ本部スクール素敵なクラスメートそして素敵な彼氏のおかげで日本の生活が楽しいではあります。もし誰かがどうしてポンタスはアメリカや中国ではなくて日本に来たの？私はきっと答えます。日本ならきっと私の退屈な生活を変えてくれると思っています。これでスピーチを終わります。聞いてくださってありがとうございます。